こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介は、紀ノ国屋書店のウェブサイト、ウェブストア限定の、ステトラ925のフェアリーピンクの紹介です。で、こちらまた1人2本までということやったんで、ちょっと2本購入してみました。定価は1400円プラス税となってましたね。で、まあそれに送料がついて、購入できました。で、今現状、これも先週ぐらいに届いたんですけれど、ちょっとバタバタしてて動画アップできなかったうちに、今日見たらもうネットストアではもう販売終了になっていました。なかなかピンクのステトラ珍しいですよね。で、ローレット加工の部分もピンクで、本体もピンクのメタリックの軸になってて、キャップ部分もメタリック塗装が施されてて、なかなかかっこいいです。またリミテッドエディションっていう表記がありますね。で、まあ、紀ノ国屋さんは、まあ、前回のハンターグリーンと、それからワインレッドに次いで、またちょっと突然ネットに、これ令和の記念とかなんかいう話もあるんですけど、まあ、フェアリーピンクということで突然ネットにアップされてたので、一応購入してみました。で、まあ、まだヤフーショッピングなんかでは若干高めでまだ売ってるので、購入できる方はちょっとチェックしてみてはいかがでしょう。まあ、ステトラも限定版とか、特に紀ノ国屋さんはこの珍しい色を出してくるので、ちょっとチェックしてみてはいいかなと思いますね。で、そこからさらにネット販売とかになるとまたちょっと高額になってくるんで、まあできるだけちょっとネットチェックしてみて、コストを控えめに購入してほしいなと思って、まあこの辺動画作ってるので、まあちょっとこれも売り切れる前に本当は紹介したかったんですけど、まあ今回はちょっと残念ながら品切れと。前回のワインレッドはまだ売ってたんで、またちょっとチェックしてみてはいかがでしょう。またいろんな商品紹介していきますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。